僕、陸上自衛隊なんですけど、ちょっと来年ぐらいから航空自衛隊なんです。ちょっと受けたいかなと思ってるんですけど、やっぱりあんまり言い過ぎるところに記者の人になってるんですけど、こっちの方で。さて、印象を伺いました。まあ、皆さんが気になるところといえば、このオリンピックのお話かと思います。オリンピックからまだ3ヶ月がもう過ぎようとしているわけなんですけれども、改めて今思い出すことですとか、メダルをこう獲得した瞬間の試合のことを思い出したりすると、どんなことを感じられたりするんでしょうか。まずは小田選手から。はい、ちょうど3ヶ月ぐらいが過ぎて、本当に日本に帰ってきてからたくさんの方におめでとうとかありがとうございましたとか言われるんですけど、本当に日本中の皆さんがこの後オリンピックの試合をすごく応援してくださっていたと思うと、すごく私も感激。